皆さんこんにちは。 BCSL ワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロイヤルことフミヤチョです。同じくサポート担当のレックスです。ハジリフシャープ04、今回のハジリフは僕たちプロが実際に利用しているゲーム内設定を紹介します。はい、ということでハジリフとはゼロからワイルドリフトを始める方や e スポーツ観戦をする方に向けた入門動画です。また初心者にも役立つコンテンツを発信しています。概要欄にハジリフ再生リストがあるのでぜひチェックしてくださいね。お願いします。また動画でわからない部分があったらコメントやビビロイヤルレックスのツイッターまで質問待ってます。待ってます。早速ですがゲーム内設定を見ていきましょう。おー、はい、それでは実際にゲームの設定を見ていきましょう。はい、はい、画面上部のですねこの歯車のマークから設定には飛ぶことができます。はいはい、飛びましたというところ で一応この下のバーのところで全般操作方法クイックチャットブロックリスト再生みたいな感じでありまして、まず全般の方から見ていきますと、はい、というところで、まあ、全般のこの全般部分はですね割とこの試合外の設定というところが多いので、まあ、基本的にこう好みで皆さん決めていただければいいかなと思うんですけれども、まあ、自分たちこのまあプロというのはですねやはりスクリームだったりとか、はい、もありますので、この対戦結果だったりとかですね観戦だったりは許可はしてません、はい、なんですけれどもまあそことかでね気にしないよっていう方であれば、はい、全然オンでもいいかなと思います。というところで、はい、はい、であと個人的にこの試合中に招待を受け取るだけはですね自分こう気が散ると言いますか試合中に、うんうんうん、なのでオフにしております。そうですね、はい、うん、まあ、グラフィックですね、ここ結構大事かなというところで、とまあ携帯のこのパフォーマンス力にもよると思うんですけれども、まあやっぱ FPS は60に絶対しておいた方がいいですよと。そうだね、この辺のグラフィックとか解像度とかはそうですね、綺麗に見たい人は変えていただいて、この辺の設定は自分の携帯のパフォーマンス見合いでよろしくお願いいたしますと。はい、でこう下の方行っていただきますとこの高度な設定というのがあるんですけれども、うんうん、まあ、ここでちょっと大事な設定があるかなというところで、はい、この戦場の霧の透明度ですよね。うんうんうん、これをちょ濃くしとくと自分たちのこの視界がない場所っていうのがこう分かりやすいんですよね。そうだね、うん、なんでこう本当にここは気をつけなきゃいけないんだよっていうのが自分のこの深層心理に語りかけてくると言いますか、うん、っていう部分があるのでここはちょっと濃いめにしておいていただけたらなと、うんうん、はい、思います。で体力バーの名前表示とかは今プレイヤーにしてますけれどもチャンピオンにしてる人配信者さんもいたりとか、あと出さない風に、はい、出る人とかもいますが、ここから帰れますっていうところになります。はい、はい、続きましてサウンドはですねここも自分のお耳と相談していただいて、ちょっとうるせえなっていうのがありましたら下げてください。そうだね。でその他の部分なんですけれども、うんうん、まあピクチャーとかこうマイクが通知なんでここも、まあゲーム内でね VC する人がいるのでしたらっていう感じなんですけど、まあオンにしていただいてというところで、あとデュアルチャンネル通信はまあオンにしていた方がいいかなと思います。そうだね、一応ねこう見ておきますとね、まあ、モバイル通信と Wi-Fi のどちらも使用できるというところでね、うんうん、遅延が減るかもっていうものになってます。はい、はい、続きまして操作方法について、はい、見ていきます。で、はい、これなんですけれども、まあ、まずここからボタンレイアウトをカスタマイズできますというところが一番大事かなと。そうだね、うん、でこれ押していただけますとこう設定自分のこのゲーム内のスキルだったり、まあ、アイテム、うん、靴のエンチャントだったりサモナースペルの場所を決めることができまして、はい、でこうデフォルトだとまあこのような形になっているんですけれども、うん、自分のやりやすいように変更することができます。で自分は結構ボタンの押し間違いだったりっていうのが怖いのでこう自分の方に変更しますとちょっとこうスキルを大きくしたりとか離したりしてるんですね。であとここのミニマップとかスキルを打った際にこうミニカメラっていうのが出るんですけども、これも自分は邪魔なので、はい、こう下に下げてます。だったりとかですね、あとはこのヒールと、ね、こうサモナースペル、こう右手の親指でやっぱ全部操作しますから、やっぱちょっと押しやすいように斜めにしたりとか、いろいろ変更してますので、まあちょっとね、こう参考にしてもらいつつ、自分に合った設定にしてもらえばいいかなと思います。はい。やっぱまあ操作方法というところで、ね、こうまあ大事な部分も多くてですね、まあまずチャンピオンのアイコンロック。うんうん、こちらは固定表示が自分はいいなと思います。うん、ちょっとまあこちら見ていただくとですねこう敵が近く現れたタイミングで優先的に真ん中に表示されるっていうものなんですけれども、はい、
これを固定にしておくとですね、やはりこう場所っていうのが敵のチャンピオンの場所が固定されますので、こう不意に相手のチャンピオンをロックするときとかにこうあまり考えずにできるかなというところで、固定表示の方がいいかなと思います。はい、全般的なこのターゲットの優先度、うんうんうん、こちらね、こうチームでもちょっと聞いてみたんですけども、割と好みがありまして。そうだね、うん、で自分はやっぱこう ADC なので、やっぱ低い体力からね狙っていきたい、うんうん、で絶対値っていうところでやっぱり HP、 そのね、サポート とトップキャラだとやっぱ HP っていうのは違うっていうのもありまして、うん、一番体力の低いやつから僕は狙うようにしてます。ただレックス君は何にしてるんでしたっけ。僕は低体力のパーセンテージの方にしてます、ね、はい、してますと、はい、で他にもね、やっぱ最短距離にしてる方もいまして、はい、これもまあ基本的にやっぱ敵殴るときってチャンピオンロック使ったりするので、そうだね、うん、まあ本当に好みの部分ではあるんですけども、やっぱこう ADC とかでね、そういう敵に襲われつつ殴るってなったときとか、こうロックができないときもありますので、やっぱり低いやつから削っていくのが大事ですというところで、僕は低体力絶対値を押したいと思いますはい。であと攻撃後自動追跡っていうのがあるんですけど、これはオフにしておくのがいいと思います。うんうん、うん、やっぱ細かな動きをねするにあたってちょっと邪魔な設定は省いた方がいいかなと思いますので。そうだね。で移動方向にダッシュに関しても自分はオフを推奨します。はい、はい、でこちらもちょっとねこのハテナのところ見ますとですね、こうブリンクスキルがこうスティックの方向に行くか敵チャンピオンの方向に行くかというところで、うん、やっぱ焦ってねポン押しした時とかにやっぱ敵に近づいた方がいいかなっていうのはまあありますので、はい、オフがいいかなと思います。はい、で対象のロックシステムは自分は全てにしておりまして、でこう味方のバフのターゲットの優先度、うんうん、これ結構やっぱサポートの方とかが割と使うのかなっていうところなんですけど、うん、僕はやっぱ、うん、低体力の絶対値にしてるね、そこは。うーん、ああなるほど、やっぱりそうね、うんうん、味方を救いたいとか、そうだね、っていう時がありますから、はい、まあ、これもまあ別に設定したとしても絶対そうなるわけじゃなくて、やっぱアイコン、その味方のチャンピオンを指定してあげれば、あと味方のチャンピオンに行きますし、自分にしたいときは自分にもなりますので、僕もお好みかなと。自分はやっぱ自分が一番大事なので ADC なので、うん、常に自分にしておりますでアクションボタンですね、こう移動スティックのタイプはデフォルトか追従がいいと思います。左側のね、移動スティックがこう自分についてきてくれるみたいな設定なので、自分の親指の位置にこれはデフォルトか追従をおすすめします。はい、でピンボタンのサイズはまあこれも好みで人によって違うと思うんですけど、自分はでかくしてます。うん、僕は 100% でやってる、うん、すごい、ね、でかい方がいいんですよ、やっぱでかい方がっていうところでね、まあ割と何でもいいかなと、うんうん、このカメラですね、こうエイム時カメラ移動はオンの方がいいと思います。スキルとかね、やっぱ足のウルト打つ人はこれ絶対オンじゃないと打てないんでそんなわけではないですけど、まあ、オンの方がいいと思います。うん、やりやすいね。カメラの高さはこう推奨で大丈夫です。好きなミニカメラとかも一応まあこの辺もまあ好みですね、必要ないなと思ったら消していただいて、うん、まあ、自分はオンにしてますっていうところです。で下の方もちょっと見ていきました。ありましたありました、これね自分の配信とかでもよく聞かれるんですけれども、このユーティリティのミニマップの自動経路設定、はい、これめちゃくちゃおすすめなんでオンにしておいてください。おっていうのがですね、これもうこの押したら場所を押してあげたらですね、ミニマップの、うんうん、そこに勝手にチャンピオンが歩いてくれますので、うんうん、はい、こちらオン推奨です。自分だとやっぱこう相手と自分のビルド見たりとか、うん、アイテム見たりするので、そのアイテム購入とか、うんうん、だりするので、ここはオン推奨ですと。はい、でこう推奨レベルアップとか初心者の方とかはオンの方がいいかなと、まあ、慣れてくるとオフでもいいかなと思います。うんうん、うん、でワード設置アシストはこれオンにしとくと物資に、物資の近くを指定したら物資にこう置いてくれますので、オンの方がいいかなと思います。で自動レベルアップはこれも、まあ、初心者さんとかだとスキル何あげようみたいな悩んじゃうこともあると思うので、まあありでもいいんですけれども、まあ、それがね違う場合だったりとか、まあ、場合によって変える時もありますので、これに関しては自動レベルアップは自分はオフの方がいいかなと、慣れてくるとオフの方がいいかなと思います。はい、それでは続きましてクイックチャットを見ていきたいと思います。はい、これゲーム内で使える、うん、こう、まあ、選択してチャットを流すような感じで味方に意思疎通ができるものになるんですけれども、はい、この ADC おすすめのゲーム内メッセージ8000というところで、はい、ちょっと見ていきます。はい、でまず1つ目、はい、戦闘を避けてファームしよう、大事ですね、うん、で2つ目リコールして回復する、うんうん、3バフもらってもいい、一番使いますで、まあ、あとはこう敵を見失ったとかもね使いやすいんでありです、うんうん、
でやっぱ相手がねこうめちゃくちゃね自分にねこう突っ込んでくることもありますから、こう誰か守ってっていうところで、はい、してます。であとまあ味方がねこう相手を追いすぎちゃったりするときにこう追っちゃダメだとか、デスタイマー見てて敵が復活したときはもうこう敵が復活した退却だとか、であとはエピックモンスターが復活する集合しようなんかもね使いやすいのでありかなと思います。で、はい、私サポートの方がおすすめでまあ入れてるやつがありまして、サポーター側なんでキャリーを守ろうだったり、あとごめんこっちのミスだ、ああね、はい、まあここはね本当にポジションによって、うん、クイックチャットしたい内容っていうのも変わってくると思いますので、うんうん、はい、自分が必要そうなものをちょっと探してみて入れてみてください。はい、続きましてね、まあ、このブロックリストはちょっと飛ばしまして、で再生の方なんですけど、はい、これ、まあ、有効化にしとくとちょっと重くなるなというふうに自分は思いましたので、うんうん、まあ、無効化にしてます、うん、でもまあそれも自分が配信するからっていう部分もありますので、はい、このチャンピオンハイライトとかね自動で撮ってくれるのが嬉しいっていう方とかは有効化にしとくとね、こう勝手に撮ってくれますので、はい、そこも自分の携帯のねこのパフォーマンス力と相談して決めてみてください。はい、倒壊した設定をすれば安心してワイルドリフトを楽しめますよ。あとはひたすらプレイしてワイルドリフトを楽しみましょう。はい、次のステップや初心者向けの動画をどんどん投稿していくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いいたします。お願いします。また今回一緒に解説してくれたレックスも YouTube や Twitch でライブ配信を行ってます。概要欄からチャンネルをチェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは次の動画ライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。